皆さん、今回みたいな回を待ちわびてたんじゃないですか。今回のタンモシー5話は、待望のシエスタ登場回、シエスタがメインに描かれていく回ということで、まあ1、2話でシエスタ推しになったという人によってはもうこれ以上なく嬉しい回だったんじゃないかなと思いますね。で、3、4話でシエスタ出てこねえなと、もう切っちゃおうかなと思って切ってしまわれた方、マジで見に行ってきてください。5話もう最高ですよ。特にオープニングに入る前の2分ぐらい、もう水着シーン、まあ、水着会みたいなのがあるんですけども、やばかったですね。あとそのオープニング後のちょっと爆弾発言みたいなのも取り出しますんで、まあ、ひとまずシエスタ推しでシエスタが出てこなくて切っちゃったって方は、まずもう見に行ってきてください。それぐらい素晴らしかったと思います。で、まあ、逆に言うと、今回はその3、4話で出てきた夏なぎちゃんとか、才川ゆいちゃんとか、そういったキャラは出てこないので、ネタバレがない、ネタバレじゃネタバレなんですけど、出てこない、そういった成分がない、まあシエスタの、もう成分もガンガン出てくるっていう今回の回なので、まあ、そういったシエスタ推しの方が特に楽しめる回だったんじゃないかなと思いますね。で、ツイッターの評判とかを見た限りでも、もうシエスタが出てくるだけで最高だなんていうね、意見もありまして、まあ、相変わらずつまんねえとか、まあ、タンモシって言ったらつまんないって最初にまた出てきてましたけれども、まあそういったものも踏まえつつ、今回はまた、4枚引き続き正直すぎる感想ということで、話していきたいと思います。もう本当ね、一切の忖度もなく、原作ファンの方にも、この作品はもう容赦なくバンバンいっちゃってください。それがね、2期にも反映、2期とか来たらもう、まあ、来る可能性結構あると思いますけど、まだ反映される可能性もありますんでっていう声をいただいてますんで、もう本当に容赦なく、正直すぎる感想を言っていきたいと思います。で、まずですね、今回、まあ、最初ネタバレなしで言って、後半ネタバレありで言おうと思うんですけど、まず今回っていうのは、なんかうわー神回だーみたいになるような回ではないです、正直言って。シエスタ来たーっていうのはもう僕もすごい思った。僕も1、2話でシエスタめちゃくちゃ好きになった人間なので、まあそういうのは思ったんですけど、話としてはね、この作品って、まあ2話で1つの事件が完結するみたいな流れなんですよ。まあ1、2話と3、4話でね、1つずつ事件みたいな解決してたんで、まあまあ、見てる方はわかると思うんですけどね、今回もう5話もため会といえばため会で、まあ、その事件がバーンって解決するような、そういう回ではないので、ね、シエスタが出てくる、その上で結構新キャラも出てくるような回だったのかなっていうのを、思ってます。で、まあ、そういうのを踏まえた上で、まあ、僕は今回一言で言うとですね、もう、秒でしたね。体感時間5分ぐらい。もう終わったのみたいな。本当にびっくりしちゃったんですよ。もう僕、もう体感マジ5分、3分ぐらい。もういつの間にか終わったみたいな感じの、速さを感じました。その上で、まあ、今回はシエスターが出てきたということで、まあそれだけで正直良かったんだけれども、まあ話としてはね、やっぱ、まあそんなめちゃくちゃ面白いわけじゃないのかなっていうのは、思いましたね。今回は、まあ、いろんなキャラが出てくる。まあ、なんていうんですかね。別に、なんか事件がバーって解決したっていう、そのすごい大きな展開があった、まあ、ちょっとあったといえばあったもありましたけど、まあ、そんなにすごく話が動いたわけでもない、ね。ひとまず、まあ、6話とかをね、がすごい楽しみに。また、6話もシエスタ登場回というかメイン回だと思いますんで、そこを楽しみに、アニメ勢の方は見ていただければなと思いますね。まあ、原作勢の方によると、本当ここからすごい面白い話が来るっていうことなんで、僕自身も本当楽しみにしつつ見ていきたいなっていうのは、すごく思ってます。まあ、オープニング後の、いや、まあ、水着会をね、まあ、水着シーンもうちょいやっていいよって思いましたしね。まあ、でもやっぱシエスタが出てくるだけでこんだけ盛り上がれるっていうアニメとしては、やっぱ、まあ、1話、2話であんだけシエスタ印象つけたって、やっぱ僕は良かったと思いますけどね。というわけでネタバレなしで結構あんまりいいことなかったですね。ここからネタバレありで言おうと思います。またね、今週中ぐらいに、タンモシアニメめっちゃ叩かれてるもん、ツイッターでサジェストで、タンモシって言ったらつまらないで出てくるぐらいですかね。まあ、その叩かれてるんだけども、原作とか爆売れしてたり、配信人気も結構あるっていう理由について考えてみたみたいな動画も出しますんで、ぜひね、そちら見ていただけると嬉しいです。ということで、ここからネタバレありでですね、感想を話していきたいと思います。では、まず、水着会はまあ最高ですよね。まあ、これはまあ言うまでもないというか、まあ、あれをもっとやってほしかった、先ほど思いましたけどね、っていうのは思いましたね。その上で、オープニング終わった後に、まあ、すごい発言が出ましたよね。シエスタが、私は三大欲求が人より少し強みだといつも人より脳を酷使してるから、みたいな。君塚くん、主人公は考えるわけですよね。三大欲求っていうと、睡眠欲、食欲、あれはあともう一つあったな、みたいなもんで、シエスタが言い直しましたけど、まあ、最高ですね。ああいうシーンは、まあ、結構嬉しいというか、なんか、肝オタみたいになってますけれども、僕のような肝オタによっては嬉しいシーンなのかな、というのを思いました。で、今回は結構、新キャラというか、怒涛の展開だったんじゃないかと思います。まあ、ケルベロスっていう、まあ、敵キャラ、コウモリ、と違って今度は耳がいいキャラかな、っていうのが出てきて、まあ、その君塚の巻き込まれ体質でうまく利用しておとりとして、まあ、そのケルベロスを呼び寄せて倒していこうみたいな話だったんですけど、シエスタの、まあ、なんか能力というか、まあ、シエスタがうまくその特殊なガスでした
ガスでしたっけ、それで花かのその花の花か花だってケルベロスって花がねあれかいいんですよねめちゃくちゃ多分ちょっとコウモリが耳がいいのちょっとまあ頭ちょっとすみませんこんがらがってますけれども、なその花の良さをまあうまく妨害するような特殊なガスっていうのを流していく、でそれでまあシエスタの存在にまあ気づかせずに今回倒していくっていうところだったんですけど、倒せるかと思いきや、逃げそうになってしまって、その上で、ヘルっていう、まあ、新キャラが出てくるということで、まあ、結局その彼との対決、またペテルギウスっていうなんか化け物みたいなのも出てきましたけれども、っていう回で、まあ、まだまだこっからですよね。まあ、次の回がどうね、今回の事件でシエスタがなくなるんですかね。まあ、これちょっと、まじコメント欄でネタバレちょっとそこは避けてほしいですけれども、まあ、そこは気になるところだなと思いますよね。まあ、3年後、君塚とシエスタがあってから、3年後の事件が今回は、まあ、描かれているということで、多分シエスタが亡くなった時ですよね。だからその亡くなった事件なのかなっていうと思いつつ今見てますけれども、まあ、それも、それも楽しみです、好きですし、うん、今後どうやって、まあ、ヘルと、まあ、ペテリギウス、今ヘルってキャラ出てこないってことは、まあ、今回倒したのかなとも思えるので、まあ、その、まあ、最後シエスタがなんかロボットみたいに乗って出てきましたけれども、まあ、そこでどうやって対峙していくのかっていうのを楽しみにしたいなと思いますね。まあ、ね、もっとね、全力で水着替えとかやっちゃっていいと思いますけどね。まあ、なんかツイッターとかやっぱ見るとシエスタ大好きって人が本当多いんだなって思いますし、まあ、僕も本当に好きですけど、まあ、夏なぎちゃんとか、才川優衣っていうキャラもすごい魅力的だとは思いますけど、やっぱシエスタしか勝たんという感じで、今季は僕見てますので、まあ、いろんなアニメ見てますけどもね。うん、で、まあ、やっぱ夏なぎちゃんとか才川ちゃんがすごい好きだって人にとっては今回はかなり薄味に感じたというか、やっぱシエスタメインの回だったので、出てこねんかみたいな、寂しいな、みたいな感じの、展開やったんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ひとまず僕は楽しみましたし、今後は楽しみだなっていうのは思いましたね。まあ、シエスタ推しの人は間違いなく今回は、まあ、いい回というか、次回が楽しみになるような、そんな回やったんじゃないかなと思います。すいません、なんか蒸すて今日。すいませんね。で、まあ、ほんとひとまず、原作ファン、毎回次が、2巻以降とか内容が本当面白いっていう話を聞いてますんで、僕もじっくり見てますけれども、まあ、今日みたいにシエスタが出てほしいっていう声がやっぱ大きいので、まあ、こうやって出してくる、このタイミングで出てくるのはすごいいいなっていうのは思ってますね。うん。で、まあ、原作も売れてる配信人気もあるということで、まあ、2期もね、十分来る可能性はあるのかなと思ってますんで、まあ僕自身も、しっかり感想をしますし、まあ思ったことはどんどん正直に今後とも言っていきたいなっていうのは思ってます。ひとまず本当ね、今回は体感時間が秒でしたね。それぐらいなんかすごかったし、ギュッとこう話がまとまってた感じがしましたね。うん。まあそのやつシエスタが可愛かったと。で、君塚くんもね、いいとこに気づいてたな、三大雪の分とかっていう感じでした。まだね、今週中に、なんで、原作とか、アニメかなり叩かれてますからね、本当になんか、単もしてつまんないって、ずっと出てくるってちょっと問題あると思うんですけど、まあそんな状況で原作とか配信人気があったり、原作売れてなぜなのかっていう動画をね、僕自身考えた理由を、述べる動画を上げさせていただきたいと思ってます。ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ではですね、本当にこの動画があって、ありがとうございました。